面型ズメ、面型ズメ、面型マネが、学名は、蝶目ズメガカの昆虫。ガの一種。ドクロガ、または、骸骨ガの名で知られる、面型ズメ属三種のうちの一種で、学名の種小名は、ギリシャ神話で冥府を取り巻いて流れる川、スチュクスに由来する。和名は、成虫の背面に見られる、人の顔に似た模様から。成虫は、 開らけはねちょう90から1 2 0ト、mm、ルにも達する大型のスズメガである。幼虫も成虫に負けないくらい大きく、修霊になると成虫の開け羽長とほぼ同じ1 2 0ト、mm、ルに達する。幼虫は典型的なイモムチであり、緑色型と褐色型と黄色型の3つの色彩型が見られる。代表は弱霊幼虫では頭部と胴部の前面が 下流で密に覆われるが、収霊幼虫では小さなシワに覆われる他は滑らかである。逆に、オカドは弱霊幼虫では滑らかでまっすぐであるが、年を重ねるに従いイボのような突起で凸凹になり、収霊幼虫では10から11ミリメートルに達し、先端部が背方に湾曲して、アザ型となる。ヨーロッパ面型スズメの幼虫とは背面に見られる。 小マ部のような斑点の色で見分けることができる。同種の斑点は黒であるが、本種のそれは濃厚もしくは鮮やかな青である。成虫、幼虫のいずれもが、ヨーロッパ産のヨーロッパ面型スズメに酷似するが、成虫は以下の各点で見分けることができる。また、より南方系の黒面型スズメの成虫とは以下の点で見分けられる。幼虫は高色性で、脳前かずらか。 ネ科、茜か、豆か、木製か、ごまか、ナスかを呼びく松ラか植物の古い葉に一つだけ卵が産み付けられる。これら植草の多くが有毒植物である。なお、本種は特にナスか植物に対する嗜好性が強く、一般家庭の庭先やマンションのプランターで栽培しているプチトマトなどに取り付き丸坊主にしてしまうことがままある。また、豆か、ごまか、ナスかには、 農作物として栽培される種が多数あるため、インドでは時折ゴマなどの作物に、本種の幼虫が大発生し、深刻な被害を引き起こすことがある。他のスズメが同様、成熟すると植草を折り、深さ10センチメートル未満の穴を掘り、部屋をこしらえ眉を作らずその中で溶化する。日本では、成虫は4から11月に出現する。成虫は、として、 広く知られており、養蜂農家から非常に嫌われている。スズメガは、興奮が発達するものが多く、面型スズメの属する面型スズメ赤でも、エビガラスズメや、シモフリスズメのように興奮が非常に体調よりも長くなる種が含まれる。興奮が発達したスズメガは、夕刻から、真夜中にかけて、松酔い草類や浜湯のような花筒の長い花を寝て、ホバリングしながら、 興奮を伸ばし、その奥に溜まった蜜を吸うものが多いのだが、本種の興奮は、機能的ではあるもののかなり短いためこのような、植生を取ることができない。しかし、本種の興奮の先端は強靭で、かなり硬いものにも穴をうがつことができる。これらを用いて、蜜蜂の巣を襲って、蜜楼で作られた巣板に穴を開け、そこから蜂蜜を盗み飲むのである。さらに本種は無傷で、 蜜蜂の巣に近づけるよう、蜜蜂のフェロモンを真似た物質を分泌する特技も有しているのだが、一方で巣内に深入りしすぎて、働き蜂の逆襲に遭い、体に無数の刺し傷をこしらえ、そのままそこで生きたいなき柄を蜂蜜漬けにされることが、ままある。養蜂家は巣箱の掃除をしていて、たびたび本種の蜂蜜漬けを目にする。また、アケビコの葉のように、 この興奮を用いて果実の表面に穴を開け果汁を吸うので韓国では特に柚子農家から非常に嫌われている。蝶目昆虫としては異例であるが、同族や禁煙種も含め幼虫、成虫ともに鳴く。幼虫は触れるとピシッという音を出す。成虫は危険を感じるとキーキーと大きな音を出す。面型スズメ類は他のガ類と比較して 輪毛や輪粉ンンが大変丈夫である。そのため、羽の先端を除けば、多少こすったぐらいでは、模様が擦れて、薄くなることがない。力付き自然死している個体も、ガルイの死骸には珍しく、模様がほぼ無傷のまま残っていることが多い。標本にする場合の殺処理も、他の臨死類のように、圧死させたり薬物を注射したりすると、種の特徴である。 人面模様や腹部の模様を破壊したり歪めてしまう危険性があるため、ふさわしくない。虫体に触れない方法、ガシ、熱紙、投資など、撤殺処理を行う必要がある。アジアのほぼ全域に分布する。日本の埼玉県のレッドリストでは、絶滅危惧種に選定されている。上述したように、幼虫は農作物、特に茄子やトマト、ジャガイモ、 ごマの害虫であり、成虫は、養蜂、果樹の害虫である。また、背面のドクロ模様が印象に残るように、見た目が薄気味悪く捕まえた時の発生もがとしては、得意なので、不快害虫としても忌み嫌われているが、犬の顔にも見えるなどの点で好きな人はいる。ヨーロッパ面型スズメは、英語での呼び名があり、文字通り不吉や不幸。 死の象徴とされており、まつわる名信も数多くある。映画化もされた、猟奇小説、羊たちの沈黙では、殺人事件の被害者の口に、本種のさなぎが押し込められており、犯人特定の重要な手がかりとなっている。原作や映画のセリフで言及されているのは、アジア産の本種であるが、ポスターを含め撮影に用いられたのは、ヨーロッパ産のヨーロッパ面型スズメで、 告示しているが別種である。またセリフの方訳でも、ドクロメンガタスズメと訳されていたが、標準和名は冒頭記したようにメンガタスズメである。メンガタスズメ族、メンガタスズメ族、学名は、スズメガカの族の一つ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。